まで会った美容師さんの中で一番うまいと思います、はい、本当ですか、もっと言ってください。こんな感じに結構ありましたよね、はい、そう、こんな感じにすればあとは、スタイリング、スタイリングです。まあニゼルのこのスイングムーブベールを使います。ちょっと風の量を減らして、まあ、少しこうドライヤーでですね、動きを下から動きを入れていきながら、はい、こんな感じです。そうするとちょっと束感とか出たりして、で結構まあなんか跳ねたりとかこうスタイルしてたんで、そういうのもこう作れるかなと。すごいいいですね、小顔効果が。大丈夫ですか？はい、小顔効果で結構かっこよくなりました。はい、印象がガラッと変わりましたよね。こんな感じになります。はい、顔分けをこれで。あ、はい、ありがとうございます。さすがって感じですね。ちゃんと骨格にフィットした髪型ってなかなか作ってもらえる美容師さんがいなかったので、はい、あ、本当ですか？今まで会った美容師さんの中で一番うまいと思います。本当ですか？もっと言ってください。一番聞こえます。今まで来ていただいた美容師さんの中で一番こう、はい、骨格にフィットして、はい、上手なカットでした。ありがとうございます。後ろ見せますか？あ、お願いします。後ろは結構そのモデルの、あ、ちょっとこれで後ろ見えるんですけど、 あ、いいですね。これ実はかなり近いと思うんですよ、うん、結構まああんまり見ないで切ったんですけど、後ろこんなこういう感じじゃないですか。重さの位置もぴったりぐらい。あ、すごい再現されてる。結構似てません？はい、うまい。そうです。私の骨格に合う小顔効果も出してくれたのがすごい嬉しいです。骨格ね、
そうですね、骨格合わせて切らないとやっぱりうまくいかないですからね、まあ、この辺フィットしてる方が似合うんで、こうなってやっぱちょっとこの重さの位置がこの辺に来る方がきっと似合うんですよ。だからここはフィットするようにカットしないと多分ちょっとバランスが悪いかなって気がしますけどね。技術が、はい、これちょっとじゃあ向こうで、はい、はい、とりあえず髪の毛カットしてカラーが終わりました。どうでしたか？最初理想のスタイルを、はい、はい、そのページにいただいたんですけど、はい、そのスタイルと私の骨格に合うような、はい、カットをしてくださって、はい、プラス希望していたコア効果の、はい、実現されたので、もう大大大満足で、はい、ありがとうございます。言わせるみたいですか？大丈夫です、はい、色も良くなりましたよね。そうですね、理想の色で、はい、透明感出ましたもんね。1回でも、ソーダカラー使うと結構、2プロセスでやったような透明感が出るのでおすすめです。はい、では今日もありがとうございました。では皆さん、バイバーイ。バイバーイ。